はい皆さんこんばんは今日もよろしくお願いします。音声、映像良かったら皆さん良かったら、えー、合図ください。よろしくお願いします。はい今日はとってもドラゴンにとっていいニュースが入ってきましたね。そのことについてぜひぜひお話ししたいなと思いますので、えー、合図を待っております。よろしくお願いします。えー、佐藤 J さんこんばんは、えー、皆さんよろしくお願いします。田之倉さん、えー、よろしくお願いします。辰馬さん。 こんばんは。渡辺恭さん、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。ジュリアンさん、今夜もよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。今日はちょっと非常に僕にとってもなんか嬉しい、えー、ニュースでしたね。はい。あ、佐藤先生大丈夫です。佐山さん、オッケー。杉田さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。ちょっと早速ね、えー、話していきたいなと思います。えー、今までね、ライブをね、結構。 一般ライブ、メンバーライブはそれぞれ1時間ぐらいやってたんですけども、三、えー、つ物への,のね、いろいろと事務作業があったりとも、えー、結構ね、ね毎日毎日詰まっているので、ライブの方もね、えー、短縮してやっていきたいなと思いますねコンパクトに濃い内容でね、やっていきたいなと思います。はい、では早速、やっていきたいなと思います、ね、皆さんよろしくお願いします。にギさん、こんばんは。行きますよ。ネ、ね、グみさん、こんばんは。行きますよ。よろしくお願いします。 ではこちら、今日のニュースはこちらです。どんどんはい、えー。育成1位、松山信也が、えー、社会科登録、辰巳監督、当然期待。6日、西武戦から、えー、ベンチ入りの移行ということで、育成211番の松山信也投手が、はい、5日、えー、社会科登録されたと。背番号は90番。辰巳監督は、球も速く、フォークも当然期待していますと話し、6日の。 セブ戦から1、えー、軍登録をさせるということでね、いやー、すごい嬉しい話ですね、育成選手、今年入った育成選手ですよね、えー、八戸学院大学でしたっけね、えー、ドラフト1位で、僕もね全員の投球フォームなんかね見たりもしてたので、かなり気になっていました、結構ね、えー、独特なフォームで、オーバースローではあったんですけども、えー、ね。 トップといいますかね、グローブ割るのは早いしね、二段モーションでね、えー、150キロ超えるまっすぐと、えー、フォークをね、えー、得意球としているザ・長ぎの選手ですよね、はいえー。ファームではね、えー、ゼロ勝1敗の、えー、受精日と、はい、21試合ほどね、えー、もう投げているみたいで。 あ防御率は 3. 点、えー、おいくつでしたっけね,、えー、点ちょっとすね。防御率が。えー、っ。出てこないな。防御率は3.26ですね。二軍戦で21試合ですね。 1 8 8ンチということで、結構角度があるみたいですね。はい、で、えー、まあね、ブルペン事情としましては、えー、坪江さんが、ね、リーグトップの23試合でしたっけ、で勝つのは21試合、田島さんも結構投げてらっしゃるんですね、20試合だから20、20試合ぐらい、21試合かな、投げてて。 田島さんもね、一回ね、えー、登録外れてるというところで、ソブさんも前回ね、えー、森友哉にホームランを打たれていちょっと、ね、そろそろね、えー、6月に入って、えー、22試合というのは多いですかね、かなり。というところでね、1年間投げることを考えると一旦ね、波が来ますね、えー、キャンプからね、頑張ってきて開幕に長尻合わせて、えー、交流戦ぐらいにね、ちょうど中継ぎ陣って、ね、どんどん投げてると疲れがきます。 えー、僕の実体験なので僕もね交流戦入る前に30試合投げた時があります <laughs> 今考えると恐ろしいな交流戦前に30試合投げたって恐ろしいですよね <laughs>、えー、やっぱねガタがガタというかね厚さも出てきますんでね外気温のね一回疲れくるのでここでちょっと中継ぎ陣がねちょっとね、えー、打ち込まれているというとことで、えー、白羽の矢が立ったというところで1年目のね育成選手のね、えー 選手を社役登録するというのは、球団的にはね、なかなかね、あまりね、僕ぐらいまでね、前例がなかったんですよね。でもね、えー、最近よく1年目のね、育成選手、よかったらどん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 社役登録して使ってますね。それはね、球団としてものすごいね、いい、えーね、流れになってるかなと思ってますんで、早速ね、6日ぐらいからね、登板あってほしいなみたいな、僕はぜひぜひね、あの6日のね、チェックしたいなと思ってます。皆さんね、えー、松山選手ね、ものすごくいいです。はい。 気合も入ってるしね、二軍戦でもうガッツポーズしてるような、ね、声だし、オラーって,って投げるぐらいですからね、めちゃめちゃ、えーね、期待していいなと思ってます。というところでね、えー、ぜひ皆さん、6日から松山選手、期待して見てみましょう。はい、ということで、コメントを読ませていただきたいと思います。ジュニアさん、支配が登録。はい、そうですよね。松山君ね。ねグみさん、こんばんは。ばっちり始めました。ありがとうございます。今日もいつもありがとうございます。 健太さん、みずさん、お疲れ様です。ありがとうございます。アーさん、こんばんは、お疲れ様です。ジュニアさん、明日の先発です、鈴木さん。そうです、広瀬です、広瀬シ。ヒね、今年長継ぎもあったり、ロングもやったりね、先発だったり、忙しい、なんでもやっていうやつやってますけど、なんでもやがね、一番辛いですからね、正直ね。なんでもやが一番きつい。でもね、広瀬がね、そうで頑張ると決めたんであればね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。うん えー、田中さん、2チャンネルでえげつないストレート投げてるって話題なんだ。へえ。じゃあネット民たちも結構ね、話題になってるんですね。僕も注目してます。いいっすよね。佐藤 J さん、えー、社会からすぐ1軍取るかそうですね。まあ、めったに、ドラゴンズとしては本当に珍しいですよね。めったにないですよね。初めての、えー、試みじゃないですか。僕が社会科になるとき、1年目の試合が取るかまずないと言われてましたね、ドラゴンズでは。 僕ですらね、シーズン終わ,終わりですらね、契約の時っていうのは前例がないから異例だと大体2年目からなるんだっていう話はされましたけども、ね、もうかなりね、えー、しかもまだまだだって6月ですからね、早いですよね。いやー、松山君、アピール成功しましたね、頑張ってもらいたい。もうさん、こんばんは、帰宅しました。いやー、よろしくお願いします。あ、アークさん、ありがとうございます。アークさん、メンバーに入りました。ありがとうございます。皆さん、拍手よろしくお願いします。 アクさんぜひ、えー、ちょっとね、今後もね、メンバーライブ入っていただいて、もっと濃いお話だったりね、えー、グッズ作成だったりね、三つ葉の絵のね、リアルな話とかね、まあね、なかなかこういう一般では話せないお金の話なんかもしてたりしてますんでね、ぜひぜひ、濃い内,内容のね、ライブもね、ぜひ聞いてってもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。涌井さん、よろしくお願いします。先生 <laughs>、長次、はい、酷使しすぎて、まあそうですね、ちょっとね、疲れが出てるところでのね、白羽の矢でしょうね。 ああ大ちゃん、田崎さん、こんばんは。木曜、西武ドーム行きます。なるほど。いいっすね。ワンチャン、松坂さん来るかもしれないですね。あ,あ、ヤクさん、こんばんは、えーおい。よろしくお願いします。はい。田中さん、えー、西武ドームってめっちゃ暑いですよ。あそこね、ドームだけどね、ドームじゃないですからね。外気温と一緒ですし、雨の時はね、なんかもうすんごいジメっとしますからね。冬はめっちゃ寒いし。はい。実際に,にぐ、あ、カリンクラさん。 こんんばはよろししくお願いします実際に2軍の試合見ていても、もう全部投しは安定してますし、すごい選手だなと思ってました。おぉ、さすがっすね。2軍戦もチェックしてらっしゃるカリン・クラウスさんが言うんだったら間違いないですね。ニ、う、キ、ん、さん、鈴木宏、新天地、遺跡ありますかズバリいます。絶対にありません。うん、その、えー、絶対にない要因は様々あります。それはちょっとメンバーライブで話したいなと思います。ニキさん、ぜひ、ね、メンバーライブでお話しましょう。 あ、アクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ、アクさん、えー、どんどんコメントをよろしくお願いします。じゃじゃあ、ズッキさんはね、西武ドーム行ったことあると思います。もちろんね、松坂さん大好きだからね、えー。暑いし寒いし、雨も入ってくるしって感じね。田中さん、小笠原が投げすぎている気がしますが、どう思いますかいや、でも先発ローテだからしょうがないですよね。あいつも結構ね、春くくってね、ヒロトが、ね、あんだけ遠くからわしてきてるみたいなのでね。 負けず劣らずね、新之助めっちゃ負けず嫌いですからね、やっぱ、ね、負けずとね、えー、投げてんじゃないですかね、うん、今年はね。はいというところで、えー、交流戦に入りましてね、えー、ドラゴンズはちょっとね、えー、上昇距離に乗っている状態ですよね、ソフトバンクに3立てしたと、えー、あとはね、オリックスにも勝ってるということでね、ちょっとね、シーズンのね、ちょっとね、不穏な雰囲気をね、ちょっと脱却し始めているというところでね、かなりね、今後も期待に。 ねえー、胸を膨らませることができるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、あとはね、ャイガ登録で、えー、投手の補強、そしてね、えー、メヒアの、ね、投手補強あったので、今度はね野手の補強を、ね、早々と、ねえー、していただいて、細川のような、ね、細川2世って言われるような、ね、移籍してきた若手の選手がもうね、打力の方で大活躍するような、ね、選手を、ね、ぜひ取ってきて。 いいたただきたいですね皆さんどう思いますか皆さん僕から質問していいですか今後、ヤッショの補強あると思いますかどうでしょうそ,れのそのコメントお待ちしております。あと皆さんぜひ、えー、ダイダーミツマ T シャツもね、えー、ありますし、ミツマノ T シャツ、えー、注文もね入れて、どどっと入りますんでね、ぜひぜひ注文お待ちしてます。 パーカーについてはちょっとね、サイズ切れがね、もうすでに2サイズで出てきてるのでね、えー、小さい S サイズとか、えー、M サイズでしたら、えっ、ー、とね、まだ音を作れますので、ぜひね、お問い合わせお待ちしております。はい。佐藤潤さんさ、ひろと君防御率1.02、それに僕見ました。あ、援護率、援護率か、そうだ。ね。1.02は厳しいって。 先発で1.02厳しいって大体だって3点以内5回3失点以内に抑えたら先発ピッチャーまあまあまあって言われますから5回2失点1まあ,あねロトが今ね何イニング平均投げてるか分からないですけど6イニングでね2点取られたら負けられる計算ですからねもうそれはねかわいそうですけどもぜひね猫見、えー、さんもねおっしゃられてるように、えー、宮城と 山本ののこととと仲いい,ということでねやっぱりね、勝ちたいんでしょうね。実と一緒にやったり、ジャパンで一緒にやったりというところで、仲いい先輩たちにね、えー、ね打,ち打ち勝ちたいというところだったんですけどもね。ピッチャーはね、いいピッチングしてる。バッター頑張ろう。そこはどうですか、皆さん。野手の補強はあると思いますか僕ね、いや、今年はないけどね。 あのシーズン終わりか現役ドラフトでね、いや、俺、リチャードとか言ってもいいと思うんだよな。でも、リチャードがね、今ね、ソフトバンクのね、藤本監督の本当、弟子ですからね、もうリチャード来たら即、即多分ね、即出ると思う、即ね、僕ね、サードだと思う、リチャード来たら。リチャードね、守備も上手いですからね、ちなみにね、大きい割にはあの、ハンドリングめっちゃ柔らかいです、僕はね、やっぱりファームで一緒だったんでね、もう練習とか試合もね、全部見てきてますんでね。 当たったっらすごいですね。しかもね、リチャードね、補強ないかな。アクさん、えー、ブライト選手、ウカイ選手が定着できなければ外野手、外国人補強する可能性あると思ってます。おー、マジっすか。ってことは、ウカイとブライトは今年ね、というか今頑張らなければ今シーズンちょっとなくなっちゃいますよね。やっぱり補強してきた選手、優先的に使いますからね。う ブライトイもっと爆発力出さないと、でもね、もっとチャンスあげてもいいよね。ダイだとかね。ブライト、ね、乗ってるうちに、ね、使ってあげないとね、ベンチにいたらその勢いが沈下してきちゃいますからね。ぜひぜひ。お、田中さんもあると。井川さん、補強はさておき、シーズン途中の野手補強をしなさそう。そうか、しないか。しないと、井川さん、正直まずくないですか うん、まあなあ、育成に走るんだ、もう育成で行くんだと言うんであれば、もう満塁だろうがね、えー、ちゃん、の満塁の時にね、ビシエドよりも若手の,そのブライトとかウカイとかね、どんどん使っていかないとね、そういう経験も必要じゃないですか。本当に逆転のチャンスで代打でいくとかっていう経験も絶対ね、プレッシャー違うと思うんでね、やっぱりどっちかにね、かじきった方がいいなぁと思います。 田さんええー、野手を補強してほしいです、そうですよね。うん。久さん第二の細川見つけたど、そうですね、第二の細川ね。細川月間、えー、OBMVP みたいに選ばれてましたね。いやー、すごい活躍ですよ、あのー、キャンプの時からね。うん。田中さん、え、ビシエル選手ぐらいのァーストの守備があると。まあね。今、高谷とか守ってますね。 内野手樋口選手も2軍でずっと使い続けてますし、く、え、ん、ー、ああ、浜ね、長打を打つ選手を、助っ人外国人減らすなら必要ですが、まあまあまあ、確かにな。確かにな。助っ人外国人がもうこぞって不発だからな。助っ人外国人じゃないのは日本人の補強ですね。だってアルモンテいるし、カリステいるし、アキーノいるし、カリステ、アキーノ、最近名前聞かないけど、元気してますか 帰ってきたけどトムさん、こんばんは。えー、野手、ケンさん、野手するなら何で強打したんだろうって思います。マスターとね。まあ、マスターはね、安部さん、打力良かったからね、置いといて良かったんじゃないかな。打の方で行くんでありまな何で出したんだろうってことに関して、多分、若返りっていうキーワードが強いんかな。多分、打力とか守備力とかっていう以前に若返りっていうキーワードだと思いますよ。 うん。ついさん、こんばんは、えー。ファーストできる人の補給割です。たかや、ビシエドに次ぐファーストにできる人とか。リチャード、ファーストできると、リチャード。俺、リチャードしないよね。やっぱりやってきて分かりますからね。リチャード。あとはウ、ウエ、ウエスタン、誰かいたっけな。トングーがね、今、一軍で出ちゃってるんでね。 トングー、去年前ちょっとね、2軍にいたときね、トングー、こいつ来たらやべえなと思ってたんですけど、ね、今一軍に活躍しますからね。トングー、リチャードあたりね、右の大砲に行けんじゃないかなって思ってはいたんですけどね、ちょっと難しそうだな。うん えー大人の時さん、直道さんは本当にあげてほしい直美さんね守備の人ですからねどうなんでしょうやっぱりねチーム方針っていうのはありますから何とも言えないところですよねうっつぐらいの選手ねそりゃ欲しいよね対論うつねホームランたたたたタたタみたいなやつねちょっと潤うっぽいですけどマスター出して和久井さんはそんなに変わらないと思いますうん 田中美紀は、ね、守備走塁ですから守備走塁の選手ってね結構がぶってさっきカリンクラブさん言ったみたいに樋口もそう、えー、高松もそうコ、えー、介もそう加藤さんもそう走塁系はいっぱいいるんだよねもうねもう重なり重なってるど何か一つ飛び出ないとダメですよねもうね田中君もねあんだけね福本にやられてたらねまあね焦ってるでしょうね最初田中でいくんだってもう決まって,てましたからね からね、あのー、福本君のあのね、追い上げね。すごいですからね。え、倉田さん、えー、鵜飼君、高校時代ファースト。あ、そうなんだ。えー、さすが。うつもに専念してほしいですけども。鵜飼ね、あんだけファームで打ったからね、僕ね、皆さんライブ見直してほしい。鵜飼が何だけホームラン打ってる時になぜ一軍にあげないんだって僕多分ね、ライブで言ってると思うんです。やっぱり調子っていつまでも上昇切るじゃなくて、絶対波あるんで。 早く2軍でピークの選手を1軍に上げないと1軍に上がった時にこうなっちゃうんですよっていう話を僕はしたと思います皆さんどうですか覚えてますかままさににね今ウカイがそれに陥ってしまっててしるんですよだから見極め早くしないとこの上昇気流で1軍上がらないとね2軍でもうね何試合連発とか4話だとか言って言ったらもうもうもうここで上げたらもうあとはこれでなっちゃうんですよね1軍いったら。 もうそこなんですよ。カリンラブさん言っての覚,覚えてますか僕が言ったの。アークさん、えー、マスターは、えー、レフト、ライト、一塁二塁三塁と。まあね。全部できますからね、マスターね。マスター守備めっちゃうまいですからね、ちなみに。セカンドとか。でもな、セカンドな。浅村さんがいたら、まあ。って感じよな。ってなると、外野とか一塁になっちゃうんだろうな。 岡林あ,、まあ、あま岡林もそうね。富澤さん、ホームランカット忘は正ロ論か。その後のリズムはかな、レフトウェイ、ライトウェイって。田中さん、打つね、軽々しくホームラン打つとね、僕はね、僕時代はね、僕の世代はね、西武のね、アレックスかぶれだ。覚えてます西武からオリックス行った。 佐藤さん何度もありましたね何度も何度も言いましたよウカイ君まだ上がったばっかりですよ本当ですかもう結構ね代い使ってる気がするク,クライクさんウカイ君ベンチにいる時ずっと監督や打撃コーチの横にいるのでいろいろな選手見せながらアドバイスされてると思いますあまり言い過ぎたまあね迷っちゃいますよねーはい あ,あ覚えてますかありがとうございます。あい,ますいやー、そういうとこなんですね。まあでもちょっとね、上昇気流にキル乗ってきたんでね、えー、頑張って見届けましょうよ。はい。ということで、ちょっとね、えー、まだまだ話したい気持ちもあるんですけども、えー、一般ライブの方で、ね、ここまでにしたいなと思ってます。えー、次はね、えー、メンバーライブの方でもっと詳しい話したいなと思いますよ。ぜひね、えー、一般ライブでまだ話したいよ。 もっと詳しい話聞きたいよって方は、ぜひメンバーライブの方にね加入していただくとね、もうそこはね、NG ほぼなしで話してますんでね、ぜひぜひ、アークさんのようにね加入していただけると、皆さんもっとね、詳しい話ができます。ぜひ、加入お待ちしてますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね、コメント欄の方に今からね、メンバーライブの URL を貼り付けますんでね、メンバー加入された皆さんはそちらからえ入っていただけると、 えー、ありがたいです。よろしくお願いします。コーさん、こんばんは、えー。今ちょうど終わってしまうんです。申し訳ございません。ぜひアーカイブ見直してください。えー、概要欄の方にもねメンバーライブのねところを貼っておきますんでね、えー、僕のチャンネルのトップページのねチャンネル登録の横にメンバーになるというね、えー ボタンがありますのでそこから、えー、手続きしていただけるとメンバーライブが見れるようになります。ぜひ、えー、よろしくお願いします。ということで皆さん、えー、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いします。すみません。あのー、ね、一般ライブの方ではね、全員が全員のね、コメントを読むことができません。すみません、時間の関係ですね。ぜひね、本当にこれだけ聞きたいっていうのがあればね、ぜひね、こうスパチャいただけると目立ちますしね、優先的にね、読ませていきます。そういう意味でもね、メンバー会の方はね、優先的に読んでいくというね、 形にしておりますのでね一般ライブの方でもねこれだけは読んでほしいこれだけは聞きたいってことだったらぜひスパッチャーの方よろしくお願いいたしますということでね一般ライブ終了します次はねメンバーライブですぜひメンバーライブでお会いしましょうではまた皆さんおやすみなさい